ジョジョもそうだし、ヒロアカも好きだし、ロックマンもエヴァも好きだし。あれ、チャーハンです。撮影部屋でございます。こんにちは、どうぞ。次始まった。はい、どうも、水溜りボンドのカンタです。YouTuber をやらせていただいております。今日はなんかいろいろ家を見ていただけるということで、よろしくお願いいたします。今までは YouTuber って結構突飛なお家に住む方とかも、それこそものすごい高い家だったりとか、自分でネットでこう検索して結構いろんな物件行きましたね。で、その中で僕は見たことなかったし、自分の人生でまさかこんな素敵なお家にね住めるなんて思ってなかったんですけど、やっぱりこう YouTuber たるもの、変な生活をした方がいいかなということで、こういうコンクリートのお家に住ませていただいております。ここが一番僕が生活してる空間なんですけど、もちろん動画も撮れますし、で、地下は撮影できるスペースがそこにもあるし、あと趣味のもう本当に本とかをいっぱい詰め込んだ、まあ、一番夢の部屋もあったりとか、2階が一部屋が丸々規格のもので使ったものとかでパンパンになってる部屋と、3階が撮影部屋ですね。一番動画ではよく映る、もう撮影するためだけの部屋で、4階が編集チームがみんな作業してくれる場所になってるんで、実質本当に僕が生活してるところはここと寝室ぐらいですね。仕事とプライベートがもう混在してるお家にはなってるかなと思います。これギターなんですけど、これも企画で、音楽一切やったことないんですけど、1ヶ月でギターどれぐらい上手になれるかっていうので、これが変な照明ですね。普通のものじゃない照明を置きたいなっていうふうに思ってたんで、これにしましたね。これは前中目黒歩いてた時に展示会みたいなのやってて、よくわかんないビルに突然入っていって買いました。このアウストラルピテクス的なところがやっぱワクワクするんで、で、パソコンですよね、 PC で、これ腰にいい椅子です。実はすごい値段がする椅子なんですけど、編集ずっとするんで腰が痛くなっちゃって、動けなくなるぐらいになっちゃった時もあったんで、まあ、こういうところはしっかりしようっていう感じです。で、ゲーミング PC っていうやつです。もう見ていただいたら分かるんですけど、なんか虹色に光ってたりするんで、マウスとかキーボード、ここでゲーム実況をしたりとかしてますね。編集チームがすごいよくやってくれてるんで、昔より文字打ちとかは結構任せれるようになったんですけど、2日はかかるっすね、多分。僕がまず初めに編集3時間とか4時間の素材を20分とか30分にして、で、テロップをみんなバーってつけて、今もう結構フルテロップが多いんで、で、素材とかも作ったりして、ある程度テロップがついたやつを僕が手直しして、で、アップロードって感じなんで、意外と気づけば時間がかかるようになりました。クレーンゲームでございます。めちゃめちゃ懐かしくないですか、これ。この音とかも含めて、で、やっぱ何がいいかって、あの店員しか許されなかったあれですよ。この作業できます、僕。だからお金が無限に湧き出るみたいなことですよ。もう今ただで700円分遊べるわけですから。企画でクレーンゲームめちゃくちゃ上手になりたいなと思って、じゃあ家にないとおかしいよねみたいな感じで、うるさいんですぐ消しますけど、これは、まあ、昔ドッキリで使おうと思ってたソファーですね。盾なんですけどもこれどっかのアート作品で、ソファーなんですけど、こういう感じで本当に座っても大丈夫なソファー。あとストレンジャーシングスが好きだから、これは置いてますね。めちゃめちゃ面白い。あとはもう僕が一番好きな場所ですよね。あの趣味の棚でございます。僕がちっちゃい頃から刺激を受けたりとか感動してきたものをギチギチに詰めようと思って、一つ一つ別にすごいプレミアのものを買ってるわけじゃないんですよ。
なんですけど、すごい嬉しいっすね。だから僕のこれ見てもらったら僕の脳内は多分全部わかるんじゃねえかなみたいな。もちろんポケモンも好きですし、ジョジョもそうだし、ヒロアカも好きだし、ロックマンもエヴァも好きだし、いやもうみんな好きなやつがみんな好きですけどね。スラムダンクも感動しますし、あと僕がこれめっちゃ感動したのがこのジャンプなんですけど、ファンの方がくれたやつなんですよ。まあ、何万円とかする昔のジャンプなん でこれなんでこれをファンの方が送ってくれたんだろうなと思って見たら、僕の生まれた年の生まれた日のジャンプなんですよ。表紙がこれドラゴンボール、これ僕にとっては超嬉しいじゃないですか。さすがにすごい嬉しかったですね。でもやっぱテンション上がるのはやっぱこれかな。緑、赤、ピカチュウ、金、銀、クリスタル。未開封とかじゃ全然ないんで、あの頃のワクワクってないじゃないですか。やっぱなんか忘れちゃいけない感覚な気がするんで、カードもいろいろありますね。価値が結構あるやつもあんのかな。一番高いのは多分これですね、観光客っていうカードで。まああとリザードンとかいろいろあるんですけど、海外に査定で出てるやつで PSA 鑑定っていうんですけど、これは PSA 10のカードなんで、この世のこのカードの中で一番品質がいいっていう状態で、あの湿気とかに対策されるようなこのクリアケースに入って届くって感じですね。ダウンタウンさんも僕好きですし、めちゃくちゃハマってるスマホアプリ最強デンデンっていう、知らないって言われることが多いんですけど、あとはこれもいいですよ。松本人志さんが作ったフィギュア。ダウンタウンさん僕大好きなんで、中学1年生の時にごっつええ感じを見てしまって、兄の影響とかもあるんですけど、もうお風呂場でもどこでもずっと見てたんですよ。同級生とはこうなんか共有することってできなかったんですよ、ちょっと世代が違うんで。なんですけど面白いなってなって、で周りが知らなくても自分がしっかり面白いと思うものを見つけるのが好きになったっすね。だからウーバーワールドもファーストシングルから小学生の時から買ってたりとか、なんか自分が応援してるものがどんどん知られていくのがやっぱ嬉しかったんで、カメラ棚というか機材棚でございます。デカバッテリーだったりとか、これ無人島で使ったりとか、水たまりのデータを入れてるハードディスクだったりとかで、2段目があの充電、いろんなカメラがあるんでそれごとにバッテリーを分けて置いてますね。でフィルムカメラコンタックスなんですけど、結構写真もある時期から撮るようになって、動画でむちゃくちゃ撮るからこそフィルムカメラってやっぱいいなって思って、で一眼ですね、広角なやつとか、基本 GH5 とかなんですけど、これはソニーの α でございます。ハンディもあったりとか、 GoPro で、これオスモポケットってやつ、これが私の宝物のライカでございます。ポール・スミスとのコラボなんですけど、日本に何台かしかないやつ。やっぱカメラ好きなんで、エンタメが好きだったんですよ。ですごい感動、昔からそうなんですけどしてて、じゃあそういう関係の仕事に就きたいなと思って、そこの僕の学部に入って NHK のバイトみたいなこともしてたりとか、結構テレビの制作とかもやらせてもらってて、その時に出会った大学の大房先生って方がいらっしゃるんですけど、その方がそれぞれが放送局を持つ時代になるって言ってたんですよ。で面白そうだなっていうところから YouTube 僕のやってみようぜっていうところに繋がってるんで、編集もあの頃だったらみんな Mac にそもそも入ってるような iMovie とか使ってたんですけど、もうプレミア使えよみたいな、 Adobe でもうテレビみたいにやりなよみたいなことを言われてて、月額払うなんてやっぱ学生からしたらちょっとドキドキしてたんですけど、でもやっぱ絶対いい編集ソフト使った方がいいよとか、機材とかも教えてくれたりしてたんで、いい入り方できたのかもしれないですね。映像面白いなっていう、編集が嫌だなとか難しくてできないなって思ったことはないですね。じゃあ次の部屋にちょっと行ってみましょう。よいしょ、ジョジョでございます。嬉しいですよね。で地下に行くんですけど、ここが撮影部屋です。
照明とかもつくんですけど、こういう感じでショートのもの紹介で物撮りを結構綺麗にしてて、そういうことをいろいろ考えると黒い部屋でしっかりやりたいなっていうことで、今までそんなに優先順位は正直高くないんですよ。なんて言うんだろう、面白いことできればいいっていうところなんですけど、なんかよりこうせっかくだったら紹介する商品綺麗に撮りたいなとかなっていくと、こういうことになりましたね。こんな感じの撮影部屋です、ここが。であれチャーハンです、あの追いやられた窓際チャーハンですね。置く場所がむずすぎるっていう、リビングとかに置いてたらもうはいそれねってなるし、なんか自分の部屋とかどっか置いててもあれねってなっちゃうんで、一番馴染むところに置いといた方があいつ居心地いいかなと思って、ここが趣味部屋でございます。趣味部屋です。ここにもう休みの日とかはもうこうで、もうこうですよ。もう一日中音楽なんか流しながらもう何読もうかなとかっていう感じですね。休みの日は作るようにしましたね。今まではもう毎日絶対、それこそ今も正直そうしたいんですけど、でもやっぱこのままじゃインプット足りないなとか、なんか楽しめなくなっちゃう時が来るのかなと思っちゃったんで、なんか自由にやってますね。僕が好きなのはさすがにジョジョはやばいっすよね。ジョジョはもう最高です、マジで。まあウーバーワールドとかもそうですし、僕の人生が変わった DVD たちですよね。ごっつえ感じとビジュアルバムっていうやつですね。ダウンタウンの松本人志さんのやつ、あと水曜どうでしょうとかも僕大好き。あとはハンターハンターもそうだし、僕バンジョーとカズイ好きなんで、嬉しいですよねこういうのあると。やっぱり僕が好きな面白いなって思う、例えばこれとか地とかっていう漫画、僕最近すごい好きなんですけど、地球が宇宙の中心で空が回ってるんだよねっていう考え方が主流だった時に差別されちゃうことがあるんですけど、それをこうどう乗り越えていくのかっていうところで、あとこれはマジで僕描いていただいたんですよ、絵を。安倍さんっていう方なんですけど、僕キリンがすごい好きで、ダイヤモンドになってるんですよね、柄の部分が。頭もそうだったりするんですけど、これはやっぱり嬉しいですね。星野源さんすっごいリスペクトしてます。コップはこれラジオかな、オールナイトニッポンゼロやらせていただいてた時にお祝いで最後いただいたのかな、なんで飾らせていただいております。これはギネスの記録ですね、ギネス記録ですね。もっとちゃんとしたやつもあるんですけど、5時間31分41秒61 100km マラソンなんですけど、これ実は大量の人でやってるんであんますごくないですこれ。最近出たジャンプのスラムダンクの名シーンがフューチャーされてるジャンプとか、まあそれ関係ですね。で僕ウーバーワールドの拓也さんにお会いした時に書いていただいたサインでございます。こっちが本ですね、普通に書籍なんですけど、僕が一番好きな本これで、同じ本が3冊あるんですけど、僕がこの人にこの本読んでほしいなっていう時にあげれるようにいっぱい買ってるっていう。 YouTuber になって前例がないじゃないですか、なんでお金をこういただけるのもすごい逆に不安だし、大学4年の時登録者100万人ぐらいまで行ったんですけど、本当に就職しようとしててインターンとか行ってたんですよ。怖かったんですよね、やっぱこれがどれぐらい続くんだろうみたいな。って時に海外の本なんですけど、まあ、君が作るべきものを作れるようになるためにみたいな、こういう本で、なんか他の人のアイデアを盗んで混ぜろよとか、なんかいろんなことが書いてあって、まあ、何にこうすがっていいか分かんない不安の時に結構この本に助けられたなっていうのがあるんで、なんかこれから頑張ろうとしてるなっていう後輩とかはに会うとあげたくなっちゃうっていう感じですね。結構安定主義なんで、周りからしたらいいじゃんっていう話だったりとか、いくらもらってんのとか聞かれたりするんですけど、いやもう俺この仕事なくなったら、みんながだって少しずつ偉くなってって、
めっちゃ稼げるようになるかもしれないけど、明日終わるかもしれないんだぜっていうところで、今少し多くもらってたとしても安心できないんですよね。だから親とかも初めその通帳にこう入ってくる金額見て、突然異常なことが起きてきたんで、やっぱすごい不安だったんですけど、でもやっぱ街で気づいていただけるようになったりとか、そういうのを少しずつ感じるようになった時に、これやめるって言っても自分だけの責任じゃねえなみたいな、なんか気づかないうちに、僕からしたらなんかくだらない自分が面白いと思うことやっててもすごい悩んでる時に見てどうでもよくなりましたみたいなことを手紙とかでも送ってくれる視聴者さんがいて、そんなに喜んでくれる人がいるんだったら、やっぱもっと喜ばせたいし、まあ自分の人生で将来どうなるか分かんないですけど、まあできるところまではやってみたいなっていうのが多分100万人ぐらいですね。でも周りが就職していってたんで、その時はもうみんな就活してて、僕は一人で学校で編集するみたいな、でも明日もう YouTube なくなるかもしれないみたいな感じだったんで、結構その時は不安だったのは覚えてますね。あ、これは最高の本ですね。松本人志さんの衣装、やっぱこれを見て育ってしまってるのと、あとは岡本太郎さんの今日の芸術、これはおすすめ本ですね。川崎出身なんで僕、岡本太郎さんの作品は結構見る機会が多くて、上行きましょうか。これこの間届いた富樫三店ので買ったハンターハンターのやつですけど、ここに飾った瞬間に絶対買ってよかったわって思うぐらいめっちゃ素敵な絵です。で、まあ多分企画のものなんであんまり映せないんですけど、ここが企画の物部屋っていうやつですね。倉庫みたいな感じです。毎日のようにどんどん物が増えていくんで、定期的にここの大掃除はさせていただいてるんですけど、でもまた使いたいなって思うものが出てきたりもするんで、僕が YouTube 始めた時はアパート一室一部屋でベッドもなくて椅子しかなかったんですよ。で椅子で寝て、そしたら早めに起きちゃうんで痛くて、でもうそのまま撮影してみたいな、もう家なのか家じゃないのか分かんないような生活をしてた時もあったなって思いますね。で寝室ですね。はい、結構シンプルかもしれないんですけど、まあ、パソコンはあります。昔はしてたんですけど寝ずにやっちゃったりとかするんで、よっぽどのことがないとここのパソコンは使わないですね、正直。でぐらいですかね。ここはこれっておかしいですよね、今言われましたけど。水曜どうでしょうの藤村さんと嬉野さんと一緒に動画を撮らせていただいた時に、いろんな動画の流れでこれをプレゼントされたんですよ。本当に飾りたくないんですけど、ビッグリスペクトする方にいただいて、なんか魔除けかなんかになるらしいんで置いてます。でももう今見えてませんでした、嫌で。でここがこういう感じでこうやって鍛えれるんですけど、スマブラ負けたやつが懸垂しなきゃいけないっていうために作られたスタジアムです。でここが一番動画で出てるかな多分。はい、撮影部屋でございます。こういう感じでここにカメラを置いて、で撮影トミーとしてって感じですかね。お笑いサークルが大学で一緒で、それこそ大学の先輩だったら今結構大人気の真空ジェシカさんとか、結構お笑い芸人になってらっしゃる方も多いんですけど、そこで出会って水溜りボンドっていうコンビを組んで、まあ、ネタも書かせてもらってたんですけど、周りがもうめっちゃ面白くて、でもやっぱ負けたくない気持ちも当然あるしってなると、僕映像の学部に入ってたんで、トミーに YouTube っていうの面白いから一緒にやろうぜっていう話をして、あの頃って顔出すのってめっちゃ怖かったじゃないですか、ネットに顔出すことって。だから僕はもう結構必死の、もう決死の覚悟で、トミーなんか SNS に顔出ししてみるみたいな聞いたら、いいよみたいな、全然わだかってないこの人みたいな感じから始まったんですけど、あの頃は
それぐらい、まあトミーが信頼してくれてたってのもあるんですけど、普通怖いじゃないですか。で、YouTube 始めて100再生とかで、友達にいじられるわけですよ。お前あれやってたな、みたいな。でも絶対いつか見返しちゃいな、とか思ってたんですけど、トミーは、へーってぐらいの。これで100人が見れるんだ、みたいな感じだったんで、すごい相性というか、なんか僕のその不安をこうかき消してくれてたのかなっていうのは今思いますね。でもこの辺も素材撮りに使ったりするっていうのもあるんですけど、まあ照明で、まあこれとか今結構あの背景黒くしたりとか日よけとかに使っちゃったりもするんですけど、まああのショート動画とかいろいろ縦動画でやってたりするん でこれはなんかちょっと映像トリックに使いたいよねみたいな感じで、なんか試行錯誤の後って感じです。いやもう変なものばっかりなんですけど、この絵は僕大好きですね。僕の相方富永って言うんですけど、トミーで、これあの富永ボンドっていうアーティストさんが描いてくださった絵なんで、もう運命的な名前すぎるだろうっていうことで、ボンドアートなんですよ。ボンドで描かれてて、以前お会いした時にいただいた絵なんで、こちら飾らせていただいております。もう変なものばっかりですけど、これ卵中に入れて引くと黄身と白身が混ざって、ゆで卵を作ると黄色っぽい面白いゆで卵ができる機械だったりとか、ルービックキューブを一瞬で揃えれるマシンだったりとか、1秒間に何万回も振動してるんで氷を一瞬で溶かせる石だったりとか、これは電源つけたら水蒸気が出るんですけど、加湿器なんですけど、水が逆方向に上がっていくように見える水蒸気とか、あと世界一小さいテレビ、たくさんの人に見てもらえたり喜んでもらえるパターンは、やっぱネットの記事でもうバズってたりするのってみんな知ってるんで、あの検索窓っていうんですか、検索エンジンにあったらいいなってもの入れるんですよ。だから例えば世界一小さいスマホってあんのかなみたいに調べて、なんか売ってたりするんですよね。で海外のサイトで翻訳とかして騙されたりすることもありますけど、なんとか仕入れたやつはみんな楽しんでくれる気がしますね。週4か5は絶対やってますね。撮影してると思います。他にもまあ外の出演の仕事だったりとか、あのミーティングとかもあったりするんで、一概には言えないですけど、ということでここはあんまり YouTube では載せてない裏側になるんですけども、編集チームがさっきからいる、まあどこでも言ってるんですけども、のみんなの作業部屋でございます。あとスマブラスタジアムでございますね、ここが。はい。で今その顔出してないやつらも多いんで、みんな一回出てもらったんでちょっと紹介していこうと思います。こちらでございます。まあこういう感じでみんな自由に作業してますね。でこだわりがあって、こういう感じで全部の机が動くようになってるんで、まあ、健康を意識して立って作業もできるぞっていう。昔はもっとね雑な事務所というか作業場だったんですけど、スタイリッシュに行こうぜっていうことで、まあそれぞれの空間をみんなが持って、まあ、ポテチ出しっぱなやつもいますけどね。はい。結構酒とかもありますからね。フォローすると企画で使った酒マジで俺飲まんからお前持ってけって言って勝手に渡したやつなんで。基本的に大学の友人とか高校からの友人っすね。僕が YouTube で、まあ、成功するかしないか分かんない時から相談してたやつとか、あの支えてくれてたやつらが会社辞めて来てくれたりするんですよね。人生背負うことになるんで、やめてくれって言ってるんですけど、それはもう何があっても自分の責任だっていうふうには言うんですけど、やっぱこんな面白い仕事ないんですよ多分。なんでみんな来てくれて、本当に面白い動画作りたいし一緒に楽しみたいよねっていうやつらで、なんか苦労しながら作ってる方がモチベーションが上がるというか、やっぱやってる意味あるなってやっぱ思うんですよね。だから高校からの友達とかもいますけど、まさか一緒に働けるなんて、こんな最高な人生はやっぱないなっていう。まあ相方もね大学で知り合って
友達なんで、その友達と一緒に変なことやって、高校からの友達とかと一緒にそれを届けて何万人の方に見てもらえるってびっくりですよね。だバチ当たらないか心配です。スマブラスタジアムです、ここが。作業でみんな疲れたらスマブラするようになっちゃって、本当に険悪な空気になるんですよ。昔の友達ん家のあの感じになるんですよ。ヒエラルキーみたいになってくるんで、危険性ははらんでるかもしれないです、これに関しては。いやでもここ今完璧なんだよな。部屋数が欲しいとは思わないですけど、あ、サウナとかですかね。サウナとかトレーニングルームとかやり始めたらもう終わりですよね。もうそんなんやり始めたら終わりだ。でももし引っ越すんであれば、びっくりするようなところに住みたいですね。それがなんかすごいもう築何十年のところでもいいですし、真っ白の部屋とかでもいいかもしれないですけど、なんかせっかくだったら自分がワクワクする、さらにワクワクする物件を探したいなとか思います。 YouTube やり始めても9年ぐらいになるんですけど、結構いろいろ数字とか考えてた時期もあったし、いろいろなことをまあ9年あったんで経験させていただいたんですけど、結局長く続けるって一番難しいなって思うんですよね。でしかも長く楽しみ続けてもらうっていうのもめちゃめちゃ難しいじゃないですか。新しい YouTuber も出てきますし、なんで無理せず自分たちをこう楽しんでくれてる人たちがもっと水溜りボンド好きになったりとか、やっぱいいよねってなることを続けていくのがやっぱ一番嬉しいなと思うんで、なんか数字的な目標もあるっちゃあるんですけど、それよりも最優先でまず自分が楽しむし、ずっと応援してくれてる人が楽しむっていうところ、それがなんか回り回ってもっと広がったらそれはそれで嬉しいですし、その人たちが今日仕事頑張ろうとか頑張ってよかったなって思ってくれれば、そんなに素敵なことはないのかなって思うんで、100万人に見てもらうのも嬉しいなとも思うんですけど、まあ1000人でも100人でもなんかすげえ嬉しいって思ってくれることの大切さもやっぱ気づきましたね、僕は。うん。